おはようございます。大人水族館です。最近パウパトロールのこのおもちゃが私の部屋にやってきました。はい、この部屋から持ち出して他のところで、いっぱい遊んで、今度これ持っていきたいからっていうので、この違うおもちゃがこの部屋に来てっていう感じで出入りが結構あるんですね。はい、これすんごい遊んでるんですよ。あまり動画にはしてないんですが、で本日の、メインは、モンコレフィギュアでございまして、10年以上前に発売されたとあるポケモンの、3体のフィギュアたちピックアップして紹介していきたいと思います。では早速本日の主役ポケモンたちに登場してもらいたいと思います。じゃじゃじゃん、かっこいいですね。もう大好きです。はい、エンテイ、ライコウ、スイクンでございます。まずエンテイからいきますか。はい、六英雄のねうちの一匹であるエンテイ、火山ポケモン、タイプが炎、高さが 2.1m、 重さが 198.0kg のポケモンです。エンテイが吠えると世界のどこかで火山が噴火すると言われておりまして、あと先ほども言いましたが現放送中のアニポケではルシアスの手持ちポケモンのうちの1匹として、フィーチャーされております。6英雄のうちの1匹というわけですね。純伝説のポケモンです。この3匹ともですね、ポケモン金銀第2世代目で登場した、純伝説ポケモンでございます。でもってライコウ、ライコウが子供の頃はこの3匹のうちで一番好きでした。今はなんとなくエンテイなんですけどもね。はい、ライコウ、図鑑ナンバーは0243、分類がイカズチポケモン、タイプが電気タイプで高さが 1.9m、 重さが 178.0kg のポケモンです。雷と共に落ちてきたと、言われているポケモンで、これ背中、これ雨雲なんですね。この背中の雨雲から雷を打ち出すことができると言われております。かっこいいポケモンですね。はい、ライコウです。でもって、はい、最後こちらは図鑑ナンバーが、0245、分類オーロラポケモン、タイプは水タイプのスイクンです。高さは 2.0m、 重さは 187.0kg ですね。まあ、世界中を駆け巡ると言われているポケモン で、その駆け巡る中で水を清めているというふうに言われております。北風とともに走り去ると言われているポケモンで、この走り去るで言うとですね、この3体ともゲームの中においては、まあ、このちょうど今人工芝引いてますけれども、ランダムでこう草むらに、登場しまして、ですぐね走り去って逃げてしまうんですよね。いざ戦闘にねこうようやくなっても吠えるとか使われてね、すぐ逃げられてた記憶があります。捕まえるのは大変でした。でこの子たちのそのゲームでの話の前に、フィギュア自体の紹介を、簡単にしたいなと思いますけれども、2012年発売でエンテイが、M085 かなというナンバーで、当時、発売されたフィギュアで、ライコウが M083 というナンバーで、発売されたモンコレフィギュア、当時ね全部300円ぐらいということで非常にお安いですね。スイくんが M084 ということで、ちょっとナンバー順でなくてね、あのぐちゃぐちゃで紹介してしまいましたが、そういったナンバリングで、10年以上前、12年前ですね、12年前に発売された、廃盤のモンコレフィギュア、もう今は売られておりません。まあ、フリマサイトとかで状態次第ですけれどもね、安く買えたりすることもあります。うちではこの3体セットで確か1000円しないぐらいで買えたかなと、思いますね。すごい安かったのを覚えてます。
で当時子供の頃も買ってもらってたんですが、当時のものは、実家から出てきませんでして、買い直したというようなフィギュアですね。まあ、だいぶねこう使用感のあるフィギュアなんで、はい、備品を求める方は、未開封とかだとすごく高い値段しますね。当時のあのブリスターパッケージで、あの台紙が黄色いね、あの仕様でモンゴレフィギュア出てましたけれども、このライコーがですね、あのアマゾンでちょうどあの出てるの、発見しまして、先ほど調べてたらですね、そこでは9000円とかっていう値段でね出てまして、いやすごい高いなと。そこまでしないでね、あのフリマサイトで探せば買えるとは思うんですけれども、興味ある方は、いろいろと見て回るといいと思いますね。でこの、第2世代目で登場した純伝説のポケモンたち、スイ君はですね、モンコレボックスで再収録されたこの新スイ君を持っておりまして、でライコーはうちで持ってないんですが、モンコレボックスで再収録されているんですが、エンテイだけね全然ね新しいこうフィギュアとしての発売がないんですよね。せっかくこう今放送中のアニポケでも、関連してくるね、ポケモンなんで、まあ、そのうちどっかで出てくるのかな、発売されるのかなと思っているところではあります。でこの金銀のその世代のモンコレで言うと、はい、じゃじゃじゃん、鳳凰とルギア、まあ、第2世代目の、この子たちが純伝説で、ルギアと鳳凰が伝説ですね。非常によく覚えているのが、当時は ML シリーズとかっていうくくりではなかったと思うんですが、鳳凰とルギアですね、まあ、いわゆるこの現 MS サイズのモンコレの小さめのフィギュアでなくて、こう今で言うと ML ぐらいの大きめの、フィギュアサイズでですね、鳳凰とルギア当時出てたんですよね。今と違うポージングで、あれもね、あれも持ってたんですけれどもね、なくなってしまいました。おそらく、人にあげちゃったんだろうなと思うんですよ。ホートルギア、皆さんはどちらが好きでしょうか。私は当時は、まず金を買ってですね、はい、その後に、ポケモンにハマって銀も買ってもらって、はい、その後あの発売されたクリスタルも買ってプレイしました。微妙に違うんですよね、クリスタル。ほぼほぼストーリーは一緒なんですけれども、はい、これ屋根裏からね出てきました。でこれね、やってみたんですけれどもね、普通にプレイはできるけれどもセーブ機能がねあのバカになっていて、はい、途中まで、やって、最初のジムリーダー、鳥ポケモンを使うハヤトでしたっけ、その人を倒したところで、あと次の日やろうと思ってつけたらまた最初からになっててっていう、昔のねそういったゲームあるあるかなと思うんですが、はい、セーブ機能がもうねいかれてしまっているということで、はい、ただとても懐かしいんで、これはね大事に持っておこうかなと思いますけれども、んで話を少し前に戻しまして、ゲームで言うとこの純伝説のポケモンたちは、エンジュシティの、焼けた塔のね、焼けた塔で発生するイベント、地下で発生するイベントがあるんですけれども、そのイベントが終わった後、イベント後に、草むらにですねこうランダムで出現するという感じです。空を飛ぶとかでですね、地図で見るとどこにいるか確かわかるんですよね。はい、で空を飛ぶとかで近づいても、それで近づくとね、今度そのポケモンは逃げてしまうという、まあ、そういう感じで非常に捕まえるの苦労して、大変だったなっていう記憶がありますけどね。眠らせたりとかしてやったのかな当時は。はい、そんな感じです。で、このクリスタルでだけちょっとね金銀と違うところがあるというふうに言いましたけど、このスイ君の、登場の仕方が違うんですよね。透明な鈴を持った状態で、鈴の塔に行くことでこう戦闘になってバトルになるというような形で出てくるんですね。はい、スイ君、いやーまたやりたいですねこの金銀ね。はい、リメイクとかで出てくれないかなって、本当に前も言ったかもしれないんですが、第4世代目のダイヤモンドパールですね。ダイヤモンドパール、ダイパはリメイクされましたけど、なんかいろいろね、あれは賛否両論あるみたいですが、私はポケモン第3世代目までしかリアルタイムではやってないんで、リメイクが出てくれてとても嬉しかったし、良かったなと思っています。純粋に楽しめました。ではまた。